さあさあ裸足で駆け出せ世界一のお姫様夢の世界。ふざけるのもいい加減にしろ。開始早々翔太は怒っていた。その理由は、最近の動画に一言物申したい。昔みたいにお姉さんのスカートを覗いたりお風呂覗いたりみたいなエッチーのがないじゃないか。お分かりいただけるだろうか。これが彼の本来の姿である。全くもう最近刺激的な出来事もないし、別に僕はみんなからの好感度を上げたいなんて1ミリも思ってないんだよ。はあ、久しぶりにこれやろっかな。せーの、カネ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 。久しぶりなのでいつもより長くカネカネと言っております。はあ、今日はちょっと久しぶりに一人で外に出かけるかとは言ったものの、ただ歩いてるだけじゃ何も起こんないよな。そうだ、こういう時は野々村のお兄さんのところに行けばいいんだ。野々村のお兄さんだったらもしかして透明になる薬とかそういうの作ってるかも。うひょー、なんか想像したらテンション上がってきた。あの子今日やけに元気ね。やっほー、野々村のお兄さん。こらこら翔太くん、自転車で入ってきちゃダメだろ。ちゃんと外に止めなさい。はあ、野々村のお兄さんもつまんない大人になったね。え、何急にディスるじゃん。僕は前から大人だよ。ところで翔太くん、今日は何しに来たのかな。ねえねえ野々村のお兄さん、透明になる薬とか持ってない？大丈夫、変なことには絶対使わないから。すっごい目キラキラしてるね。絶対変なことに使うでしょう。あいにくだけどそんな薬開発してないよ。お疲れした。翔太くん、そんなすぐ帰らないで。一つ面白いものがあるんだ。本当に何か面白いものあるの？翔太くんだったら楽しんでもらえると思うけどね。おお、これはじゃーん、その名も美少女ガチャです。何これ、野々村のお兄さん、もしかしてこれ、この自販機から美少女が出てくるの？まあ本来ならそうした方が面白いんだけど、さすがに法律に触れそうだからね。中身は普通のフィギュアだよ。なんだ、やっぱりそうか、つまんないの。まあまあそう言わないでくれよ。でも発想は悪くないだろ。確かに発想は悪くないね。見たらなんとなくやりたくなるし。これは1回3万円？さすがにガチャガチャで3万円は高すぎでしょう。まあまあ別にこの手の自販機は大人の人をターゲットにしてるからね。それじゃあ僕は仕事に戻るから、翔太くんも早くお家に帰りなよ。つまんないの、やっぱり帰ってゲームでもしよっかな。でもまあ一回ぐらいやってあげるか。野々村のお兄さん、どんなフィギュア入れてるかちょっと気になるし。どれにしよっかな。お姉さん妹ツンデレド M ド S ランダムにするか。せーの、ポチ。どれどれ、何が出たのかな。なんかやけにリアルなフィギュアだな。ちょっと取りづらいし。お買い上げありがとうございます。美少女ガチャのルカです。よろしくお願いします。どういうこと。本当に美少女が出てきたんだけど。あの、私は嫌でしたか。いやいやいや、嫌とかないですよ。ていうかお姉さんって人形。すみません、その質問は取扱説明書に書いている通りタブーになっております。人形か人間かはご購入者の方が確かめてください。確かめる。あ、待てよ、落ち着け翔太。もう今までの俺じゃないんだ。今一番警戒しないといけないのは、そう、周りだ。ミオちゃんとか誰か知り合いとかいないだろうな。翔太は久しぶりの交友会にとても興奮していた。だがそれ以上に冷静さを失ってはいなかった。ルカちゃん、とりあえず僕のお家行こう。もはや今の翔太くんは小学生の皮をかぶったただのエロ親父である。あれ、気のせいかな。今翔太くん誰か女の人と歩いていたような。ルカさん、何して遊ぶ。それは翔太様が決めてください。私何でもいいですよ。本当に何でもいいの。はい、何でもいいです。翔太様の言うことだったら私何でもします。
そっかそっか。とりあえずカーテン閉めるね。もしかしたらほら、周りに見られたら まずいかもしれないから。これこれ、こういうの待ってたんだよ。何お願いしちゃおっかな。ご覧ください、きっと彼は今 1+1 すら答えられないくらい欲望で頭がいっぱいです。そうだ、ルカさん、あのさ、あんな自販機に入ってたらきっと汗だくだったでしょ。まずはそのシャワーでも浴びた方がいいんじゃないかな。翔太さん、優しいですね。ありがとうございます。それではご好意に甘えさせていただきます。よし、考えることはただ一つ。すみませんね、野々村の兄さん、エナジードリンクを分けていただいて。夏が近づくと暑いですからね、水分補給のために遊園地の入場者特典にしようと思いまして。いえいえ、いつもご利用いただきましてありがとうございます。こちらも助かってますよ。そういえばミオちゃん、さっき翔太くんがセーラー服を着た女性と一緒に歩いていたよ。あの方はミオちゃんもお知り合いなのかな。え、翔太くんがセーラー服を着た女性と。なんか怪しい匂いがしますわね。あー、気持ちいい。ふふふふ、もちろん僕が考えていることはこれしかないよね。ルカさん優しそうだから一緒に入っても何にも言わないだろうな。コスチュームチェンジ OK、 ユキショータスタンバイ OK。 スガちゃん、この言葉借りさせていただくよ。 Are you ready? GO!ルカさん、一緒にシャワー浴びてもいい？そんなにお水が好きなのかしら？あれ、なんかちょっとキャラ変わった？あら、翔太くん、苦しそうね。もっと苦しみなさい。急にド S になってる。翔太くん、何やってるのかしら？ああ、ちょうどよかった。ミオちゃん、助けて。助けるわけないでしょ。エクスプロージョン。うわあ。何かしら、あれ、火事？こうして、あの美少女もろともミオちゃんの魔法で全て吹き飛ばされたのであった。関さん、これこれ、YouTube のネタになりそうだろ。確かに、これは YouTube っぽい企画だな。美少女ガチャか。どれどれ、どんなものが出るか楽しみだな。それじゃあ関さん、カメラ回しといてよ。それじゃあ妹にしてみるか。え、お兄ちゃん、寂しかった。逃げろ。ちょっと、なんで逃げるの？お兄ちゃんになって。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。